はい、皆さんこんにちは。今日は昨日僕の方が AI 作曲のエイバの解説動画をアップロードしましたら、 YouTube のトップページにおすすめをしてくれたのか、もうぐん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 10分ぐらいで100閲覧ぐらいずつ上がりましてですね、メインチャンネルとサブチャンネルの合計が1日経たないうちに2000閲覧以上の閲覧数になりました。今日は気分を良くしてですね、また他の方法で作曲とアレンジを進めるやり方というのを皆さんと共有したいと思います。このようにクリエイトから新しくステップバイステップを選択します。そしてジャンルは昨日と同じようにフォークロックというのを選択します。昨日とは違うやり方というのを皆さんにお伝えしようということなんですが、例えばここでこういうコード進行にしたいなというのをですね、上側のこの部分に書くとですね、コード進行がそんな感じになる、今口で言えばそんな感じとかあんな感じとかっていうような話ではなかなか多分伝わりにくいと思うんですが、こうすればわかると思います。 Google 翻訳の方にビートルズの Let It Be のようなコードというふうに打っています。右側が英語訳です。これをコピーします。そうしまして Ava の方に来まして、これをペーストします。そして Generate というのを押すんです。そうするとこんな形のコード進行になってくれたりするんです。ここでは C、Dm、Am というような言葉でもいけますし、そしてデグリーネーム、いわゆる1465とかですね、そういうような番号ででもできます。このコンポジションワークフローというところでですね、コード進行のイメージをいわゆるテキストトゥーコードみたいなもんですね、そういうふうにやるとですね、こんなコード進行を作ってくれるわけです。ちょっとこの時点で聞いてみましょう。こんな感じですので、ここから進めてみましょう。 NEXT のボタンを押します。このようにメロディーもできました。聞いてみます。はい、Let It Be には近くもないですけれども、こんな感じでコード進行の指定というのができるようになっているわけです。そして最後まで一度やってみましょう。この時に昨日の動画ではお話ししなかったようなところを少しお話しします。メロディーを変えたいような時に、ここでですね、Generate Layer というのを押すとメロディーをいくらでも切り替えてくれます。ちょっと押してみます。変わりましたね。聞いてみます。はい、そして次はアルペジオのようなコードになっていますが、これも変えてみましょう。少し変わりましたね。もう一回押します。これで聞いてみましょう。こんな感じになりました。今度はベースラインも変えてみましょう。ちょっと今度は単純なベースラインになりました。もう一回押します。はい、こんな感じになりましたね。まだちょっと気に入りません。これの方がいいでしょう。こんな感じになりましたので、最後の NEXT までやっていきましょう。またここで昨日のお話とは少し違うような曲作りをします。まずここにビートルズの BT というふうに打っておきます。
1分30秒から2分ぐらいの曲を作ってくださいということで、ここでですね、3としておけば3つの候補を出してくれます。そして次のところ、これは昨日のところでもお話をしましたが、ここでは今の楽器構成と変えてもいいときはこれをオンにするとまたアレンジをし直してくれるということになります。こんな感じで3つの提案をしてもらいましょう。 BT というリストが3つ出ていますよね。そして今一生懸命作っています。この部分はちょっとショートカットをさせていただきますが、3曲でどれぐらいかかったかご報告をさせていただきます。あ、そう言うてるうちにもうできましたね。3曲提案来ました。ちょっと一つ一つ聞いてみましょう。そうしまして、次ですね、聞いてみましょう。ちょっとイメージが変わりました。悪くないですね。僕は2つ目の方が好きでした。3つ目いきます。なんかおしゃれですね。これが気に入りました。ハートマークつけておきましょう。そうしましたらちょっとエディットをしてみます。こんな感じなんですけれども、コードというトラックを選択しますよね。そしてスクロールをするとこんな感じで Add Instrument という風なボタンが出てきます。ちょっともう一度聞いてみますね。Add Instrument というのを押します。するとこんな風にもう一つトラックが出てくるんです。ここでこれをソロという風にします。今度はこちらをソロにします。こんな風にできるので、例えば左いっぱいにこのように振ります。今度はこれを右いっぱいに振ります。このようにするともう少し厚みのある音楽ができるようになります。先頭に戻します。じゃあ聞いてみましょう。
はい、このようにできましたらセーブかキャンセルするか2つ選べますので、これをセーブします。そして音をミックス&ノーマライズ、これ選んでおくとバランスよくうまく作ってくれます。セーブチェンジーズ。では聞いてみましょう。ちゃんとフィニッシュもまとまったような、まあもうちょっと色気があった方がいいようなエンディングになりましたけれども、その AI とかと違って尻切れトンボにならなかったところが良かったんではないかなと思われます。まあ今回はコード進行をレッドイットビー風にという風にしましたが、それがどこまでどういうことを反映しているかというのはまた別の話だということもありますね。でもちょっとそういうことはいいとしまして、まあ僕も今日は2日目でこんだけですね、うまく使えたら楽しいですよね。もう一度あのコードのところで少し面白い実験をします。今度はオールドスクールラップというのを選びますね。ここでコード進行の指定をしたいと思います。例えばこのように154654というふうにします。デグリーのように思いますがローマ字じゃないですよね。でもこれでジェネレートを押してみます。はい、ちゃんとなっていますね。154654というふうな並びでこれができています。まあ後ろはおまけがついていますけれども、いいですね。ちょっと他のもやってみましょう。マイナー始まりで。614251というふうに押してみます。ちょっとそんなふうになったのかどうかがわかりません。そしてここにですね、セブンスというふうに書くとですね、セブンスが出やすくなったりするんです。614251というふうになって、お尻がセブンスついていますね。こんなようなコード進行を指定できるので、自分の思っているようなイメージの曲が作りやすくなっています。ちょっとこのままパッパッとやってみましょう。はい、これでできました。ちょっと聞いてみましょう。はい、いい感じですね。もうちょっとメロディーを大きめにしたいですが、これでネクスト。今度はコード01という名前にして、まあ時間はこのぐらいでいいでしょう。今度は2つ候補を出してもらいます。なかなか便利ですね。これは素晴らしいですね。ちょっと素の AI さんには申し訳ないですけれども、
もちろん歌ができるから素の AI は素晴らしいんです。どっちがいいとかというような問題ではありません。どっちも素晴らしい音楽制作の環境が整ってきたということですね。素晴らしいです。もうできてしまいました。ちょっと聞いてみましょう。おー、はい、下の方を聞いてみましょう。はい、こちら方がいいですが、メロディーがちょっと聞こえにくいですので編集しましょう。ミキシング、メロディーをもう少し上げます。ベース落とします。この辺で聞いてみましょう。はい、コードもうちょっと下がった方がいいです。これで保存をし直しましょう。聞いてみます。いい感じですね。そしてこれを MIDI に出力するということができるわけです。僕はまだサブスクに入っていませんので、今回は書き出しはしません。書き出しをするとここにある3分の1というのが3分の2というふうになって、1ヶ月に3回しかできませんので、もう少しちょっと様子を見たいと思います。ここで今のこの一番最後の曲ですね、これをシェアということでシェアをすることができます。これをイネーブルしたらカウントが上がってしまうのか、ちょっとやってみましょう。あ、これではカウントは上がりませんでしたね。ここをクリックするとこのようにリンクをコピーしましたというふうに出ます。そこでこのようにブラウザーに貼り付けると音を聞くことができます。再生をしてみます。ですね、シェアするのはクレジットが減りません。ですからこのようにして皆さんに公開するぐらいだったら何十曲でも何百曲でもできるということです。素晴らしいですね。ありがたいです。そういうことで皆さん、今日はですね、コード進行をプロンプトで自分の希望を伝えてみるという
やり方をやってみました。またもっと研究をして皆さんにご報告ができるようにしたいと思っています。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。